で、三ツ矢のところ行こうって思ったら、その女がいつも邪魔してきてよ。お前、いつもその話だな。だって本当にムカつくんだよ。三ツ矢三ツ矢であいつらに甘えし。そりゃ部活中なんだから当たり前だろう。あ、え、俺ポーチンじゃね。いよ、チビリベ。これお前の犬。ああ、可愛いだろ。可愛かねえよ。ああ、可愛いだろ。わかんねえな。ドラケン、この犬の名前ポチって言うんだぜ。ポチ。ああ、この図体でポチ。やっぱパーチンってどうかしてるよな。ああ、どうかしてるってどういう意味だ。どう見てもこいつポチって感じじゃねえだろ。はあ、じゃあ何が似合ってんだ。もっとあんだろ。例えばピチピチポチ。ほら見ろ、やっぱポチだろうが。全然似合わねえよ。なんだよポチって。怖えんだよ、まったく。ったく、もう何回も会ってんのに全然懐かねえんだよこいつ。パーチンに似てバカなんだな。なんだどこら。バカにバカと言って何が悪いんだよ。なんだどこら。ペーヤン。ああ、こいつ頭いいぜ。あ、なんでドラケンには懐いてんだよ。ポチか、可愛いじゃねえか。待て待て。よし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 。ドラケンさ、ん？もし俺に何かあったらポチ頼むわ。やだ。おい、そこは分かったって言えよ。え、やだ。そこは分かったというところだってのは、ゾウリムシ並みの頭のパーチンでも分かる話だぞ。そうだぞこら。だってやだもん。やだったらやだ。なんでだよ。いい加減なれろよバカ犬。本当に嫌われてるな。